5月9日午前の取引が終了しました。日経平均株価は反発しています。今日の全引けは223円68銭高の 29,173 円56銭となりました。この水準は今月2日につけておりました年初来高値29,157円を上回る水準です。トピックス東証株価指数も 20.06 ポイント高、 JPX 日経400 187.51 ポイント高、それぞれ上昇。東証プライム市場値上がり銘柄数は全体の 80.2%、 8割を超えました。1470銘柄、これに対して値下がりが 16% の291銘柄、変わらずが 4% の72銘柄という構成です。全体の8割強が値上がりということで、ほぼ全面高という全引けです。東証プライム市場規模別株価指数、トピックスの規模別株価指数もいずれも上昇です。大型、中型、小型揃って上げています。昨日は大型と中型が軟調、小型が堅調という算数の動き、まちまちの動きでありましたが、今日は算数揃って上げています。商いは高水準です。全引け段階東証プライム売買高6億2600万株余り、売買代金が1兆5000飛び25億円、1日通して活況の目安とされます3兆円、その半分の1兆5000億円をわずかではありますが超えています。1日通して3兆円ベース、スペースということでありまして、商いとしては高水準になっています。今日は朝方から買い注文先行して始まりました。昨日アメリカニューヨーク市場におきまして、ハイテク系の銘柄が堅調だったという流れを引き継ぎまして、値傘のハイテク株などに買い注文が流入、日経平均株価を押し上げる展開となり、全引けにかけてじり高、高値引けではありませんが、今日の前場の高値に近い水準で取引を終えています。先ほども言いましたように、2日につけました終値ベースでの年初来高値を上回って全引けとなっています。昨日は為替の円高ドル安が日経平均などを上値を抑える要因となっておりましたが、今日は為替相場も好動きということで、積極的な売り材料が乏しいという中で、海外の投機筋などが先物に買いを入れる形でじわじわ指数が上値を追う展開となりました。全体の8割強が値上がり、ほぼ全面高と、景気敏感株中心に幅広い銘柄に買い注文が入って、短期の利益確定売りなどをこなしている展開です。そういった中で決算発表が進む中で買われている銘柄としまして、今日は鉄鋼大手の JFE ホールディングス5411が商いを伴って大幅高となり、年初来高値を更新しています。 JFE は昨日の引け後に前期決算発表を行っておりまして、今期の新年度予想、24年3月期の予想として2桁増益の予想を開示したということが素直に好感されています。 PBR や PR 指標が割安だということも見直し材料です。逆に下げた銘柄としましては、リコー7752が軟調な展開となっています。リコーも昨日の決算発表銘柄でありますが、新年度今期24年3月期の予想として減益の予想を出したということが失望を誘いました。株価はこのところ高決算期待で上昇していたということで、短期の利益確定よりも出やすかったようです。市場の一部で期待のあった自社株買いなども発表されなかったということで、売り注文が増えています。以上、今日全引けの模様、東証アローズからお伝えしました。